おはようございます。今日のテーマは前回に続いて長引く腰痛の原因の一つ、胸直性脊椎炎。背骨や腰の痛み、こわばりなどが起こり、進行すると骨が胸直することもある難病ですが、発症から診断までに10年近くかかることも少なくありません。そこで今日のポイントはこちら。早期診断するための検査法は、そして治療法は、胸直性脊椎炎と向き合っていくためにこの病気について正しく知ってください。現代人を襲うさまざまな病、健康で自分らしい生活を送るために、病を正しく知り生きる力へ。札幌市内に住むほぼ由美子さん41歳。股関節の痛みで歩くのが困難になったのは10歳の頃。良くなったり悪くなったりを繰り返しながら、原因がはっきりとしないまま20年が経過していました。30歳の時にも、痛くて歩くのもちょっともうギリギリ難しいなっていう状態が半年以上続きまして、レントゲンを撮ってくれた時に、あれ、なんか股関節は普通だけど脊椎がおかしいからもう一回脊椎のレントゲン取ろうって言ってくださって、そこでようやく病名が判明しました。胸直性脊椎炎です。しかし30代になってからはさらに症状が悪化。背骨が折れていてもその骨折に気づけないほど股関節などの痛みが激しかったといいます。32歳の時にもう完璧に寝たきりになりまして、もう椅子にも5秒も座っていられないような、もう体を起こすことがままならないぐらいに痛みがひどくなりまして、両方に松葉杖をつけながらお弁当を作るみたいな感じ。夫は全然作らなくてもいいよって言ってくれてはいたんですけど、それすらしなくなったらもう本当になんか何の役にも立たないと当時は思ってたので。さて今日は前回に引き続き北海道大学病院院長でリウマチ腎臓内科の渥美達也先生にお話を伺います。渥美先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて胸直性脊椎炎とはどのような病気なのか、前回のおさらいです。背骨や骨盤の骨の一つである仙骨と腸骨の間にある関節、仙腸関節などに炎症を起こし、腰やお尻、首や背中に長引く痛みやこわばりが起こります。すべての患者さんではありませんが、進行すると背骨の S 状の湾曲がなくなり、まっすぐに固まり胸直。こちらの写真のように長い年月をかけて前かがみの姿勢になっていき、歩行が困難になるケースもあります。さて渥美先生、この胸直性脊椎炎をですね、できるだけ早期に診断するためにはどのような検査を行うんでしょうか。はい、胸直性脊椎炎の診断には、一般的に画像検査と血液検査を行います。画像検査は、仙腸関節という骨盤の関節に早期の変化が現れるので、仙腸関節の X 線検査を取ります。ただ早期の場合ははっきり変化が映らないので、 MRI を使って関節の隙間の程度あるいは骨の状態を観察するのがとても有効なんですね。MRI ではどのように見えるんですか。はい、MRI は炎症を起こっている場所が白く光って見えますので非常に分かりやすいです。それが X 線と違うんですね。はい、そうですね。なるほど。関節リウマチなどでも例えばこうリウマチ因子を血液検査で調べたりしますけれども、この場合血液検査ではどのようなことが分かるんでしょうか。はい、胸直性脊椎炎に関連があるのは炎症の反応です。ですので、血液を取ってその中に炎症の物質があるかどうかということを確認いたします。なるほど。そして胸直性脊椎炎 の診断基準というのがありますので、でそれに照らし合わせて診断をするということです。どんな症状が出たらまず何かに行ったらいいんでしょうかね。はい、普通腰痛というと整形外科を受診される方が多いと思うんですね。はい、この骨かなだからこの病気の進行非常にゆっくりですので、X 線検査だけではなかなかこう診断ができないということで、見逃されてしまうケースってとても多いというふうに言われています。
で前回セルフチェックでも説明いたしましたが、はい、若くして発症した腰痛、うん、で運動したら症状が軽くなる場合には強直性脊椎炎を疑うということです。なるほど、はい、リウマチ専門医を受診してもらいたいというふうに思います。なるほど、そうですね、まずはやっぱり皆さん、ね、どうしても整形外科に行ってしまいますけれども、専門医に行った方がいいということですね、うん、さあそして続いてこう治療法についてなんですけれども、ズバリこの強直性脊椎炎という病気は治すことができるのか、治療というのはどのように行われるんでしょうか。はい、まあ、残念ながら根本的に強直性脊椎炎を治すことはできません、はい、しかしですね、強直性脊椎炎の治療の目標を私たちは2つ設定しています、はい、で1つが痛みをコントロールすること、もう1つが強直を防いで日常生活の動作を維持すること、日々の生活に困らないようにすることという、そういう意味ですね。でいずれもお薬、薬物療法というのが大変役に立ちます、はい、で使う薬は非ステロイド性消炎鎮痛剤、はい、痛み止めと言われている薬ですね、はい、それからリウマチの治療として使う薬を使う場合もあります。なるほど、それからステロイド薬という非常に強い炎症を抑える薬ですね、そして生物学的製剤という昔と比べて、まあ、患者さんの症状に合わせていろいろな選択肢があります。例えばこの薬物以外で行える治療法というのはあるんですか。はい、大事なポイントです、はい、でお薬の治療、薬物療法とそれからリハビリテーション、運動療法ですね、これを組み合わせて行うことが大変重要になります、うん、で規則的な運動、それからストレッチを組み合わせて行うということですね、はい、それから股関節の痛み、はい、あるいは脊椎の変形に対しては外科的な治療法、手術を行うこともあります。そうなんですね。この後は強直性脊椎炎と向き合っていくために、強直性脊椎炎の痛みのピークは30代前半だったというほぼ由美子さん、40歳を過ぎた今症状は落ち着いているといいます。生物学的製剤で、はい、結構いろいろ試してダメだったんですけど、ようやく最近落ち着いて使えるものに出会えたのと、そのずっと体を温めるですとか、重たいものを絶対持たないとか、そういうふうに対策が取れるようになったので、悪化しにくくなってます。ほぼさんの夫も在宅でできる仕事に転職し、ほぼさんをサポート、そして同じ病気で苦しむ人たちの力になりたいと患者会の北海道代表を務めています。これまでの経験を共有できる相手がいるって、本当に人間はこんなに救われるんだなっていうことを身をもって味わったので、やっぱり人間ってやっぱり共感されるってとても大事なことなんだなと思います。あと最新の医療情報が、はい、受け取れますし、うん、自分もこの病気だっていうふうにもし分かった方が少なくてもいらっしゃったら、ちょっと気軽に、そうですね、ね、患者会にご連絡していただきたいですよね、はい、さあこの病気はですね、本当にほぼさんと同じで若い頃に、ね、発症する病気なので、学校や仕事、結婚、出産などにも影響すると思うんですが、どんなことに気をつけて日常生活を送ればいいんでしょうか。はい、適切な治療を行えば強直性脊椎炎であっても発症前とほぼ同じように生活を送ることができる方がたくさんいらっしゃいます、はい、勉強とか仕事は周囲の理解を得ながらマイペース で無理のないようにやっていただきたいというふうに思います。でいわゆるその遺伝病ということではありません。ですので、結婚あるいは出産を心配する必要は通常ありません。強直性脊椎炎はその生活の質ですね、その QOL って言いますけれども、はい、生活の質が損なわれがちになるわけです、うん、で患者さんのライフステージによっても悩み変わってきます、うん、でその時の症状、それから悩みに合わせた治療法を選択しますので、ぜひとも主治医に相談していただきたいというふうに思います。しっかりと理解して治療に前向きに取り組んでいただきたいですよね。渥美先生、2回にわたってどうもありがとうございました。ありがとうございました。